入り口から来ると受付があります受付のところでは唾液が飛ばないようにするためのアクリル板みたいな対策をすること受付専用のグローブっていうのを用意してそれでお金を触るように紙幣貨幣お金っていうのが結構汚いものですからそれをなるべく触らないようにする私どもでは全ての診療室の部屋が個室になってますけど個室の扉のレバーですね あと患者様にレントゲン取る時に持ってていただく棒みたいなとこなんですけどもそこに巻いたりとかとにかく不特定多数の人が触るところにはこれをつけることでいちいち拭くとかですねそういうことがなく少し安心できるポイントが増えたんじゃないかなというふうに思ってます先週あたりもちょうどスリッパに履き替えていただくところそこの床に床のマットとかっていうタイプを置いたりこれからもどんどん使える用途がですね思いついてくるんじゃないかなと思ってます 感染対策シリーズ自体が漆喰でできているということですね。考えてみたら？ は何かからできているととう水酸カルシウムというもの、まあ、石灰ですよねそういったものが主成分になっていて僕自身の大学院の頃ですからね研究でも水酸カルシウムっていうのが一つの実験群の中に入っていて細菌が増えてるのか増えないのかっていうのを調べるっていう項目もあったんですけどもその中で水酸カルシウムのものは細菌の増殖がないんですよね漆喰の壁っていうのはそういった効果があるわけなんで体臭であるとか洋服、えー、靴の匂いとかってことみんなが集まって仕事するところでは問題になるわけですから スタッフルームとか下駄箱とかシール貼ったりあとは塗装したりですねそういったことで対応して取り組んでますけど結構効果がはっきり分かりますんで女性スタッフなんかも好評だと思います歯科院に来ると大体の歯の型を取った材料を捨ててるゴミ箱とか石膏ネットとか、か、まああいったところですよねいうものが出る場所区域があると思うんでそういったところに積極的に応用していくっていうのもいいんじゃないかと思います。 うちに限って言えばですね、まあ、広い空間に見せるために天井が高いのでそこを見せるような設計にしてあるんですけどもその上の方には塗ってないんですね上には塗ってなくてコンクリートを打ちっぱなしの状態になってますんで明るさの演出ができるような塗料が欲しいなと思ってたんですねアレスシックを知ったことでですね前回の内装で手をつけなかったその部分に追加をして光の空間の演出と。 まあいろんな表面の素材あるそうですから、そういうのを選択してやっていけたらなと思います。論文読ましていただいたら、ウイルスにも効く、細菌にも効く。それから消臭にもいいと、いうようなことがありましたから。いろんな場面でね、これ応用されると、非常にいいんじゃないかなと。 こういう素材を、ね、知ったことで次の時にはそういったものを入れて換算に安心して楽しい気分になる辛いとこですから基本的にまた行きたいなって何か雰囲気いいよねっていうふうになれば、ね、いいんじゃないかなとアレスックを、ね、使ってみたいと思っています。